猫集めらしさがさらにパワーアップした猫集めニャーのご紹介です。いつも猫集めへの温かな応援ありがとうございます。今回は皆さんに猫集めニャーの新しいポイントをちょこっとお見せしちゃいます。お出かけ、いつもの庭先から飛び出して外の世界へ。誰かの庭先に遊びに行ったり、自分の庭先に招待したりすることができるようになりました。お出かけすることで出会える特別な猫も。猫集めの世界がどんどん広がります。グッズの見た目が変化。グッズは猫たちがたくさん遊ぶとボロボロに。見た目が変わったグッズで新たな仕草を目にすることができるかも。使い込まれたグッズはお手入れをしてリユースすることもできます。お気に入りのグッズをお手入れして長く使い続けるのもありですね。新しい猫、今までに出てきた猫に加え新しい猫が仲間入り。その一部をご紹介。ズキンさん、赤いズキンのような毛並みがとってもキュート。一匹で街をお散歩するのが大好きな猫です。情報屋さん、ひっそりと活動している謎の多い猫。とある新聞で噂話を教えてくれるみたいだよ。アンケートさん、街中でいつもアンケートを集めています。こちらもとある新聞でも見かけることができるようです。これまでとはちょっと違う方法で出会うことができる猫もいるみたい。会える日を楽しみに待っていてくださいね。マイ猫、こちらは猫の手サポートに入会することでお迎えできる猫。なんとこのマイ猫、あなたの理想の猫の姿になるとの噂も。そんな不思議なあなただけの特別な猫、マイ猫をぜひお迎えしてみてくださいね。お待たせしてしまい大変申し訳ありません。猫集めニャーをより良い状態で楽しんでいただけるよう現在スタッフ一同頑張っています。もう少しお待ちくださいね。